凍りついた岩肌を流れる清流。白い装いをした巨大な一枚岩の上を滑るように流れていきます。祖母傾き山系の山々に囲まれた千々川渓谷。山からの恵みとなる清流はその麓上獅子川地区へと流れ下ります。上獅子川から望む標高1277メートルの山、鉾岳。鉾岳や上獅子川地区は2017年、祖母傾き大杭ユネスコエコパークとして登録。今回は真冬限定の景色を求めて鉾岳に登ります。ユネスコエコパーク機構冬の鉾岳編。南国宮崎とは思えない真っ白な世界が広がっています。私は延岡市北方町上獅子川にやってきました。祖母傾き大杭ユネスコエコパークの魅力をお伝えするユネスコエコパーク機構、今回は冬の上獅子川を楽しみます。それでは案内人をご紹介します。 NPO 法人ひむか感動体験ワールドの鳴崎聡さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。延岡のさまざまなアウトドア体験プログラムをプロデュースするノベスタの鳴崎聡さん。さまざまな資格を持つ鳴崎さんは延岡の海、山、川が持つポテンシャルを生かした本物の感動体験を案内するアウトドアのスペシャリスト。そんな鳴崎さんと冬の鉾岳を楽しみます。鳴崎さん、はいよ。ここ宮崎で合ってますよね。うん、多分ね多分ね多分ね。こんなに雪が降るんですね。そう、まあ、特にね、延岡市でも一番この地域上志川が一番雪が降ったり、まあ、寒いっていう、エリアになってますよね。本日で多分マイナス3、現在でマイナス3度ぐらい、ね、もう機材もちょっと調子悪いぐらい寒いですねですね、ちょっと、うん、まあ、ちょっとね、準備までにね、ちょっとありましたけど回ってますちゃんとOK だそうです。あ、よかったです、はい、ということでね、はい、まあ、先ほども言ったようにやっぱり一番ちょっと延岡市は一番寒い地域かなと思ってもらっていいと思います、はい、ね、で、まあ、これからどちらかというとなかなか南国宮崎と言われている中でもこういった冬場の、こういった景色とか冬の体験ってなかなかできないので、今日はここをねちょっとどこまでかはちょっと様子を見ながらですけど、まあ、この季節ならではの、はい、このエコパーク内の自然を楽しむという形でちょっとこう散策というか歩いていきたいと思います。わかりました、はい、どんな景色に出会えるかとっても楽しみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うわ、寒いいや、まさかこんなに雪が降ってるところを延岡で見られると思いませんでした。ですね、今年ね一回寒いのがあったぐらいでずっと暖かかったから、急にこのタイミングで降ったんで、うわ、風すごいうわ、寒い。はい、じゃあ今日の、まあ、はい、ロケをの安全を祈願しときましょう。はい、はい、まあ、もう一例でいいでしょう、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今ちょっと舗装の道を来ましたけど、ここからちょっと外れて、はい、いわゆる登山道というか、おー、それに変わりますんで、はい、でちょっとやっぱ雪が積もっているところがあるので、はい、それ十分注意して、はい、あと冷えると靴のソールって、はい、固まって本来の能力じゃなくなって引っかかりが悪くなるので、その辺も考慮しながら歩いていきましょう。はい、わかりました、この辺からちょっと道の雰囲気が変わってきましたね。そうですね、まあ、先ほどはね登山道ではあるけど鹿、はい、ネットが続いてたんで、うん、ちょっと人工的な感じがしましたけど、もうそこが切れたら
もうずっとね、はい、この普通の雑木林っていうか自然林の中のルートになるんで、はい、で雪が降ってないと、はい、わかんないんだけど、雪が降ると、はい、あのこの辺に生息してる動物たちが動いた跡が残るので、こんな風に。ちなみにこれは何の動物ですか、ね、これなんだろうな、あの爪が2本とかじゃないので鹿ではない、あ、なるほど、イノシシでもない、はい、タヌキかアナグマか、ちゃんと 1,2,3,4,5 本の1、あ、本当だ、ちっちゃく怖いでしょ、よく見たらありますね、はい、はい、その仲間だと思います、これからこう行ってますね、あ、私たちが今から行く道と同じ道通ってるんですかね、まあ彼らは登山道の概念がないからねそっか、まあ、ピンクがあるやこっち行こうかなんつうことはないでしょうから本来の獣道を行くでしょう、わあ、そっか、これもまた雪ならではならではの、だからこの生き物は何かなとか、おお、ここ行ってますよね、ほらね、あ、本当だ、まだ続いてる、こう行ってる、わあ面白いこれ何ですか、これ木がいっぱい立てかけてありますね、なんでするのか僕も分かりません、おーおー、ただ、はい、登山文化で、はい、こういった岩のこう反り返ったところにはだいたいみんなこうやって立てかけていきます、あ、そうなんですか、はい、これで支えてるわけでもないのにそうですよねさすがに、うん、まあ、今までやってきてこれをしなさいっていう決まり事があるのも聞いたことないし何なんだろうなこれってもう鉾だけに限らずですか、ね、限らずです、へー、ね、まあ、この近く大久江だってこういう場所があったら大体こうやって皆さん立てかけてます、はい、そうなんですね、うん、これ別に一本抜いても倒れてこないですよね、そもそもこの大きさをこのでかいやつ一本で支えられると思ったらそれは無理な話で、うん、でもせっかくだから立てかけたいです私も、あ、どうぞ何本でも、いい、支えられそういやいや、もういかにも、もうすぐ折れそうありがとうございます、うん、とりあえずじゃあこれを記念に立てかけます、え、難しいかも、こうかな、あ、来た行けました、はい、私が支えてますこの岩は、いや棒がねせめて私が置いた棒が、あ、そうだ、うん、これでどれだけここに人が来て人気かっていうのが、うん、そうですね、分かるバロメーターにもなるかな、確かに少なくともこの人数はここを通ってるってことですもん ね、はい、おお面白い、じゃあちょっとここまではゆったりとした感じで来れましたけど、はい、ここから約20分ぐらい、お、勾配が上がります、確かにもう見た目から違いますね、はい、稜線を行くルートですけど勾配上がりますんで、わかりました、なおかつ雪が降ってますので、はい、足元滑るのを注意しながら登っていきましょう、わかりました、はい、一歩一歩しっかりと登ります、はい、結構急ですね、ああ、まだ急になるよって言ってからちょっとしか経ってないからねやばいしばらくまだあるよ、まだまだだった、まだまだまだ、ゆっと、うわ、岩だ、よいしょ、お、看板だ、うん、まあこれ行くとここだけ山頂でやったり、はい、他のパックンヨだったりですけど、うん、まあちょっとお立ち寄りってことで、ここはまあ二段滝って、二段滝、うん、というのがちょっとあるので、お、滝ですか、まあ、ちょっとしたら、はい、凍ってるかもしれないので、凍っててほしい、まあどうですかね、まあ、とりあえずお楽しみで行きましょうかはい、行ってみましょう、はい、うわ、怖、ここそこそこ、はい、そっち木持って、はい、そこに降りる、ここ、はいはい、降りる、降りる、両方で、ここ今度こっち、こっち、こっち、そこの木を持ちましょう、ここの木を持つ、いい、はい、ここ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 を持つやってる
男を持つ男を持つここに足を置く、はい、持っとく持っとく、はい、あ、し、はいはいはい、持つこの根元、ここ、はいはい、ここに足を置くこれを持つうわ、凍ってる、ほい、おお、凍ってますね、すごー、凍ってますね、凍ってますね、わあ、まあこっちはもちろんですけど、ここが2段になってるから、はい、ここ2段抱きって、ああ本当だ、うん、2段になってる、こっちがまあ本流になるんで、はい、ここの分が2段抱きという表現ですね。よかった、凍ってて、凍ってましたねだからほら時間をかけて凍って流れてきて、わ、凍って流れてきて、ちょっとだんだん畑みたいになるですね、本当に寄れますか、ぐー寄れますか、ここぐー寄ってください寄れますか、ぐーっと、すごい、凸凹、はい、してますね、うん、なんかずーっと、わー、ミルフィーユってやつ、ミルフィーユ、うわ、おしゃれおしゃれかどうかわからんけどちょっとミルフィーユっぽいですよね、いいですね、うん、これからずーっと上がるとほら、はい、メンポコ、メンポコの山頂が、うわ、運よくちょっと後ろが青空になってますね、そうですね、今めちゃくちゃ綺麗に見えますね、うん、わあ綺麗、すごい、この景色最高じゃないですか、うん、だからむしろこれがもうちょっと、はい、ね、真っ白になって、はい、で天気がいい時にここからこう撮るとちょっと普段撮れないこの時期だけの写真だったり映像が撮れるかもしれませんね、そうですね、うん、これこの辺も全部川がこう流れてるところですよね、ですね、そうだ、あ、でもよく見たら中の方まだ水が流れてますね、うん、これからだからちょっと1日2日前ですよね、あ、ちょっと寒が戻ったのが、でそこから凍り始めてなんで、おそらくまあこれが続けばもっとねドーンって迫力ある凍り方になるんでしょうけど、え、これよりも迫力がある凍り方があるんですか、もうちょっと凍るでしょうね、なんかこう時が止まってるみたいですよね、あ、いや、ビタッとね、ビタッと水がね、水がビタッと止まってるすごい、うん、パックンまでのルートだったら、はい、ここが一番、傾斜がきついというか勾配がきついところ、あ、そうなんですね、うん、頑張るぞ、だからまあしっかり手を使ってでもいいですし、はい、はい、図書地点まで来ました、おお、まあね、下の凍り方を見れば、はい、同様にここも絶賛凍ってますね、本当ですね、うん、うわ、そこ目の前すごい凍ってますね、うん、同じように、うわ、すっげー、ここも注意して渡りましょう、あ、ここを渡っていくんですか、ここ、ここ、ここです、はい、いいよ、よっ、よっ、よいしょ、うわすごい、綺麗、めっちゃ綺麗、ここよいしょ、で、あるから、はい、もう最後まで確実に
はい、持っておくこと。わかりました。うん、今日は特によいしょ、よし、こわ、ここよいしょ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 、よっ、鳴崎さん、パックインはパックインありますね。パックインはこっちですか。こっちです。わー、だからまあ、はい、間もなくですけど、はい、まあ手前に鉾岳大滝、さっき二段滝だったけど、はい、大ボスがいるんで。大ボス、大ボスを経てからのパックインは、おお、うん、まあ、おそらく今日の大ボスもいい感じじゃないですかね、はい、ということで、はい、早速参りましょう。はいまずは大ボスですね。大ボスから、おお、ドヤーン、大ボス着きました。うわかっこいい、かっこいい、でっかいすごい、これは大ボスですね大ボスです。うわ、すっごい、なんか思ってたもう何倍も大きかったです。大ボスだからそうだ、大ボスだ、大ボスだからやっぱこれぐらいないと。すっげえ、めちゃくちゃ凍ってますね。ですね。うわ、もうまさに大ボスっていう感じでこんなに上から下まで全部凍るんですね。凍るんですねもうこれだとアイスクライミングができるレベルですね。アイスクライミングってこれをこう登っていくってことですか、うんうん、上の方とかも真っ白で凍ってますもんね。凍ってますね。いや、あの滝ばっかり浮いてるけど、はい、こっち左側にちょっと大きな鉾岳の、面鉾と言われる場所、うん、で当然ここはロッククライミングで有名なところでもあるので、はい、あそこ山頂を目指して登るルートにもなってるし、この沢自体がね、あの面鉾の下ぐらいをこうゆったりと上は流れて、そこからまた流れてきて、ここのこういった滝を形成して、ここがまあ、渓谷の本流になるんだけど、ここをずっと水が流れていって、これから下に住む人たち、まあ、最初の上志賀の人たちであったり、いろんな産業用のあれであったりっていうことの、まあ、水がここからは、まあ、もうこの上が源流になってくるだろうから、ここをスタートして、獅子川渓谷、それから綱の瀬川とつないでいって流域につながっていってるっていう、まさに、ユネスコエコパークの、まあ、水源としてはここも一部入ってるという形ですね。じゃあもうこうまさに人々のこう暮らしにも直結してるところなんですね。ですね。もう特にここ辺 の住民の人たちは昔からこの辺の水を使ってる生活なので、まあ、本当に守っていくこう自然というか場所でしょうね、はい、今日私もこのこんなに雪が降ってる時点で結構びっくりしてるんですけど、はいはいはい、こんなこうガンと凍った滝ってこの場所ではこう毎年この時期には絶対見られたりとかするんですか。絶対ではないですね。そうなんですね残念ながら絶対ではないんですよ。やっぱりその時の暖冬とかで、ね、厳しいとかっていう時があるので、本当にここを目指してくる時は長期予報とか、ここが寒が戻るとか、ここは、ちょっと厳しい寒さが来るっていうところを目指してこないと、ここまでの希望のやつは望めないかなっていうのもあるし、時期的にはどうだろう、やっぱり1月中旬以降が確率が上がるかなと。1月中旬から2月中旬ぐらいまでの1ヶ月ぐらいをめどにこうここを探って、気温と相談しながら天気と、うん、来ると見られるんじゃないですかね。今日ベストタイミングでしたね。ベストタイミングでしたね。やったー、よい、着きました。わあ、すごい、はい、あれがパックインはですか。はい、うわ、 あれがパックンでございます。パックンしてるまあまあパックンしてるよね。いや、名前の通り。私延岡出身、延岡在住ですけど、はい、初めて見ました。うん、意外とそういう方の方が多いんじゃないですか。あ、うん、地元の方よりも、はい、はい、うわ、はい、
はい、うわかっくんの確信ですな。すごい食べられた食べられた、はい、すげー確かにでっかい。あれやっていいですか。どうぞ。あのみんながよくやるやつ、はいはい、どうぞ。うん、目線落ちよう。こんなにまっすぐ綺麗にスパッと切れてるんですね。だから、花崗岩特有の割れ方。あ、花崗岩はもう割れるとしたらもうこの辺もだからいろんなところがまっすぐなところが多いでしょ、はい、確かにそうですね、うん、あ、こっちの大奥からこの辺の一帯の岩の特徴でまっすぐ割れる。あ、うん、これはここが一個の大きな岩ですよね。これとこれが一緒だったんですよね。あ、これも一緒なんですね。うん、はあ、なんか色が違うように見えるんですよ。いやだから相当昔に落ちてきてドンパンって割れて、でここは雨ざらしになってるから風化される常に。なるほど。でここは雨当たりしないからちょっと苔むしてる感じ、色が違う。昨日今日割れたわけじゃないからね。そりゃ色も違うよ。そうですね、うん、確かに昨日割れたんだったら同じ色だったんだけど、うん、へえ。これは当然この辺に見える、はい、一枚はスラブ、はい、の一部だったわけね、所詮。あ、これは大きい、これはこれで大きいけど、ここに見えるこのこれで日本でも最大級だもんね、これだけのスラブは、うん、だけどそれのごく一部が落下してきて、はい、偶然奇跡的に起きた現象でしかない。そうなんですね、うん、にしちゃできすぎやけどね。確かに。にしてはできすぎやけど、へ、うん、だからこの上にね、おそらくこやつがはまっていただろう場所がこの真上にある。え、穴ってことですか。いや、そこからそこが割れて落ちたんだろうなっていうちょっとのがあるから、おそらくくぼみみたいな、これはあそこにあって、なんかの表紙ドーンドーンパンという形ではないかなと予測されます。自然の力っていうかを感じますね、うんうん、うわ、だからこの岩もまっすぐでしょ。あ、本当だ、うん、そうですね。これもおそらくお、まあ、まあ、ずいぶん前に落ちてきた分で、これは多分こうゴロ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 ドーンって向こうから来たんじゃないかなと。そうなってくるとあの辺が怪しいよね。ほら、あ、向こう、 あ、 あの辺とかあの辺とか、はい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 、向こうとかで、パックはあの辺じゃねえかな、あの上、上、あのほら穴開いてるよ、もう穴開いてます。うわうん。そりゃあっこからこのサイズ落ちてきたらドンパーンってなりますよ ね、 なるね、ドンパーンってなるよね。パックンってされてるような、いや、誰が名前つけたんですかね。ね、もうだいぶ前になるかな。だから多分、命名は県外の方だったと思います。あ、そうなんですか。だったと聞いてます。へ、で、もともとは今日パックを目指してきたルートは、はい、新しいルート、もともとはもう一つ上をずっと見ていってた、うん、でここが新しいルートと、まあ、別のルートとして確立されたときに、まあ、僕らとか昔の人は知ってたの、はい、まあ、あるねーで騒ぎもせず、あ、だけどあの県外から訪れる人たちはやっぱり、はい、おーっていう話になって、まあ、SNS でバーって発信されてからここがドーッと盛り上がった、うん、だから未だにここだけ見に来る人、あ、そうなんですね、訪れる人は非常に多いですね。へ、例の下の棒を見れば、あの本数分だけは確実にここを訪れてると思う。はあ、ここも含めてね、もう一大観光名所みたいな感じですね。ただただまさに地域資源。おお、うん、わあ、すごい。成崎さん、せっかくなんで2人でなんかいい感じの写真撮りませんか。なんかあんないですか。じゃあ、あの強いのを見せたかったんでしょ。強いのを見せたかったです。ああ、そしたら僕もガーってなるんで、はい、
守ってください。いい、めっちゃいいですね、うん、私が守ってます。大丈夫ですよ、心配しないでください、私が守ってます。今私がこの守って鳴崎さんが守った写真に名前つけましょう。なんか救世主でいいんじゃない。おー、かっけー。救世主です。救世主、救世主です。いいですね、救世主で。救世主って言ってあのインスタ載せます。わ、面白い。今日は冬の上獅子川の絶景を満喫することができました。ありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。はい、改めてこの豊かな自然が残る上獅子川地区の自然、どんな風に守っていきたいですか。今日ご覧になった通り、やっぱりもう本当に、素晴らしい自然が残っているエリアではあるんですよね。ただその上獅子川の住民の方々が今頑張って、保護に努めているのが実情なんですけど、日本全国のこういった地域 の、 あの現状としてはやっぱり高齢化が進んで、なかなかその地元の人たちだけでは、その保護だったりしていくのが難しい状況になってきてるっていうのが現状なので、住んでいない人でもこの地域の人たちのお手伝いをしたりとか、この自然をまず知ってどうしていくべきかっていうのを考えていくっていうのが、あのとりあえずこの辺の地域を守っていく最初の一歩になるのかなっていう気はしますね。この時期しか見られない貴重な絶景を楽しむことができました。四季を通していろんな表情が楽しめる上獅子川、皆さんもぜひ遊びに来てください。延岡市の秘境上獅子川、ここだけの中腹にある人気スポットパックン岩、ドーンと落ちてパーンと割れた面白い形をした巨大な岩は登る人の目を楽しませてくれます。冬の大寒波が訪れた時にだけ氷結する滝、ダイナミックな氷瀑は見る人の心を引きつけます。皆さんも氷の世界に出会える冬の鉾岳、楽しんでみてはいかがですか。